石川俊介は、日本、横浜市出身のベーシスト。ロックバンド、世紀末構成員の一人、ゼノに石川と名乗る。世紀末時代の公式なプロフィールによると、BD1036 年6月22日生まれ、地獄の貿易サイドビーチ発生の世紀末の二代目ベーシスト。継承は、博士、画伯、和尚書家。 合傑と各構成員の中でも最多だが一般的にお尚と呼ばれている。元地獄文化局長とのことである。正式な称号でも継承でもないが、デーモン閣下からは、角、黒柳哲子からは鬼の方と呼ばれたこともある。アマチュア時代には釜市連発、チェリーブロッサムなどのバンドを組んでいた。1八十六年より世紀末の第二代メベーシストとして、 プロデビュー。正騎末と同時並行でライデン・ユザワと RX を結成。一時勢力的に活動していた。正騎末とは全身バンド時代からメンバーの交換、両バンド同時所属などの交流がある爆風スランプの江川法人が脱退した際、公認が見つかるまでサポートメンバーとして参加したこともある。正騎末解散後の2000年以降は、 石川俊介の名で活動を開始し、結成当時はサポートだった松崎祐一を正式メンバーに加えた RX を再始動するも、後に再度活動停止。ただし、デーモン閣下のソロ活動におけるバックバンド、黒船バンドには松崎、ライデンと共に参加している。RX と並行してスタジオミュージシャンとしての活動を始めており、ゼカタ、ヒロクニアデーモン。 小暮閣下、T スクエア、大橋隆のサポートなどに参加。2001年、地味橋爪、米川秀幸、中道勝彦らと NY ファンクショットを結成、首都圏を中心に年に数十本に及ぶライブ活動を行っていた。2011年、2015年の世紀末の期間限定最終決に参加している。横浜市立金沢高等学校、 多摩美術大学出身プロを目指して、大学を中退したと語っている。であり、音楽だけでなく、絵画などもこなす多芸な人物として知られる。習字は苦手だったと語っているが、世紀末の日本全国ふるさと創世期末計画での47都道府県ミサでは、毎回すべて異なる書を披露した。写真にも通行しており、カンタのアルバムフラクションでは、 ジャケット撮影を担当している。職歴も異色であり、ミュージックステーションにおいて、井戸の調査のアルバイトをしたことがあると紹介された。世紀末仙台ベーシストのゾッドシンタオとはかなり対照的に演奏している時は動かざること山のことしと、形容され、ミサでのソロタイムなど一部を除きほとんど動かない。性格も非常に穏やかである。 1990年8月31日、ミュージックステーションで、デーモン、小暮れ角下が、消火器を噴射する演出を行った際は間近にいたが、軽くのけぞっただけでほとんど動かず演奏を継続した。スペインへ、世紀末海外ミサを催しに行った際も、現地の子供に、笑顔が素敵で親しみやすいと評判だった。しかし時としてその穏やかな性格を、 全然悪魔じゃないとネタにされることも少なくなかった。2005年の期間限定最終決時では、背中から巨大な翼が生えた姿となって登場。この姿はミサでルークタカムラが、結局あいつは羽で飛ぶことはなかったな。あの羽が取れた方が体が軽いそうだ。と笑いのネタにしていた。2000年以降は、世紀末最終決時を除き、 ウルトラマンと同化していた頃の記憶がない。早田隊員のように、あくまで会った時の記憶がない。ゼノンは地獄へ帰ったので、今は人間などと述べている。2013年現在、元世紀末最終構成員のうちでは、唯一本名で活動している。1992年に発売された動画経典、フマネソサエティ人類愛に満ちた社会では、 ゼノン役で声優出演している。詳細は世紀末のディスコグラフィを参照詳細は RX のディスコグラフィを参照。ありがとうございます。